こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日は、ギャンブラーという稼ぎにくい職業、プロギャンブラーの話を聞いて、アマゾン n 最高と思ったという話です、まあ。プロギャンブラーのぶきさんという方のね、えー、話を聞く機会がありまして、いくつか印象に残った言葉あるんですけど、えー、勝利は扉を開ける前に決まってると。ね、すごい 気が狂う直前というか、エピソードを聞くと、それ気が狂ってたんじゃないかなと思うんですけど、幼少800冊読んでね、1年半かけて、で、カジノで勝てる、ブラックジャック、あるいはポーカーで勝てるようにえ勉強したと。勝てるというね、イメージがきちんと湧いてから勝負に行く。すごいですよね。勝てるとなるまで、気が狂うまでやんなきゃいけないんだっていうのが、まず、凄まじいなと思いました。 それから、勝利の要素がね、10あれば勝てると。で、実力が0から9のパラメータ。で、運が0から9までのパラメータ。で、えー、のさんは実力が9あると。だからね、運が0で全くない時以外は勝てる。だから9割勝てるんだという話をされてましたね。で、一般の人はね、逆に、えー、実力が1で運がいい9の時だけ勝てるから、まあ、続けると負けると。ね、あまあ、そらそうだなというふうに思いました。 本当にすまじい、えー、プロ意識で、えー、やらないと、やっぱここまで徹底しないとギャンブルじゃ勝てないんだなと思いました。でちなみに、まあ、その大勝ちというのはどれぐらいかというのを、ねえー、エピソードとして話されたんですけど、100万円を3日で200万円に増やしたと。でえ 100, 100万円が100万円増えただけっていう、ねえー、気がすると思います。 大体ね、えー、一般の人がイメージするプロギャンブラーっていうのはね、もっとあの何千万とか億とか勝つんじゃないのと思われると思うんですけど、まあ、実際本当のプロはね、100万円の元手で,で毎日2万円勝つことを目標にすると。100万円持ってって2万円勝つわけですよ。差、えー、もないとプレイする場所もなくなると、ね。大勝ちするとそのカジノ出入りできなくなっちゃうで。しかもね、毎日2万円経って1ヶ月30日毎日勝てるわけじゃなくて、えー 負けてダメな日もあるんでね。えー、当然、まあ、月のうち20日勝てれば40万、月40万、ね、25日勝てれば50万、えー、15日しか勝てなかったら30万というような金額、まあ、それで生活するという形です。まあ、結構地味なんですね。で、そんだけまあ大変な思いをして、えー、地味に勝たないと追い出されるという苦労もあるにもかかわらず、 ま、じゃあそこまで行ける人はどれぐらいか。まあ、多分100万円のもとで毎月生活できるほど稼げるところまで行ける人は1万人に1人以下と。ね。えー、それはあの、2万人とか3万人以上になってくれば1人ぐらい出てくるでしょうけど、1万人のギャンブラーでね、え、プロで生活できてる人って言っても、おそらくいないというようなね、え、困難さです。だからね、プレイするのが大好きじゃないとやっていけない世界。 大変だなというふうに思いました。で商売はね、えー、大変な努力をしても稼げない商売もあれば、大した努力なしに稼げる商売もあると。ね、これ、逆に100万円の表でアマゾンでね、100万円を102万円に増やすと。これはね、えー、適切に配分すれば、ね、はじめ小さく始めて儲かる商品が見つかったらそれを続けて販売する。 それをやってね、100万円を100、人万円できない人っていうのは、これはめったにいないと思います。100人がチャレンジすれば、ほぼ100人が達成可能と。まあ、そう考えるとね、やっぱ Amazon 輸出とか Amazon 輸出を教えるというのはね、まあいい職業を選んだなというのをね、つくづく実感しました。プロギャンブラー厳しいと。Amazon 最高とで。まあこれだけで終わっちゃうとね、えーまあ、記事として何なんだという感じなんで、まあじゃあギャンブラーどういう人がいたのか。 ね、全く参考になりませんけど、話のネタとして、えー、ギャンブラーを何人か紹介します。大、まあ、金をかけるハイローラーの中でも、大、えー、金を張る人、大金の中でも大金を張る人を、えー、ホエール、クジラと呼びますで、ね。そのクジラ中のクジラと呼ばれた、まあ、すごい方がオーストラリアのケリー・パッカー,、ねえー、メディア王ですね。 カジノ界の怪物、伝説のハイローラー、クジラの中のクジラと呼ばれた男、すごいですね、ボクシングとかプロレスの,あの前フリーというか、みたいですけど、そういうすごい、えー、伝説のハイローラー。で、えー、クラウンパース、クラウンメルボルで今度できるクラウンシドニーの まあオーナー。まあクラウン指導にできる前にね、もうすでに死んじゃってますからね、えー。まあ、クラウンパス、クラウンメルボルン。で、今度はクラウン指導ーがこのクラウングループ作ります。勝ちの額がね、まあ、とんでもないですね。ラスベガスの MGM グランドで90分間、ブラックジャックをベーシックストラ、ストラ、ストラテジーを無視しためちゃくちゃな打ち方でプレイして30億円勝ち逃げと。 ブラックジャックには、このカードが来たらステイするとか、このカードが来たらヒットするとかね、インシュランスはしないとか、そういう基本的戦略があるんですけど、一番勝つ率が高くなるというね。ただその勝つ率が高い、高くなるベーシックストラテジーを使ったところで、確率的にはマイナスになってしまうと。だからもう、初めからそんなもんは無視した、むちゃくちゃな打ち方をしたと。 30分、ああ、90分で30億ってすごいですよね。もう勝ち逃げと。ただ、ね、これはある意味もっとすごいんですけど、1999年の8月と2000年7月の2回、ロンドンの名門家事のアスピナルズで、それぞれ20億円を負け越したと。ね、2, 回 2, 2連敗、20億円を2連敗。ねで。その損失金額を回収しようと考え、アスピナルズを買収したと。 すごいですよね。カジノで負けて、まあ、そんだけいいね、えー、打ち手やマネージャーが揃んでって、いい客が来てるんだったら、ね、これは40億円回収する一番確率の高い方法は、このカジノを俺のもんにすることだと。しびれますね。さすが、クジラの中のクジラだなというふうに思いました。でね、これはまた系統が違った、えー、伝説のギャンブラー。この方まだ生きてますね。 えー、ベガスのロビンフット。これも、痺れますね。お金を困ってる人を募集するサイトを持っていて、まあ、そこからロ、ロビンフットが一人選ぶと、一組選ぶと。ロビンフットが選んだ人をラスベガスに招待して、えー、隣に座らせて、ブラックジャックをプレイすると。で、その買ったお金をね、ね、えー、そのお金困ってる人にあげると。目標額をあげる。まあ、最大5万ドルで。もし、残念ながら、 勝てなかった場合でも、えーえー、保守額の半分だけ例えばね5万ドル欲しかった方にドビン・フットが勝負をしたけどドビーフットが持参した50万ドルあるいはね100万ドル分かりませんけど何十万ドルも負け越すこともあるそうです、えー、ただ、えー、そのプラスにして基本的にはね、えー、その援助するんですけどプラスにならない時はまあその半額は ある意味、角度の違った、これは家事の必勝法かなと。何しろね、稼いだ格好全部上げちゃうわけですから、もしかしたら勝つ確率が非常に高いのかなという気がします。ね、だって、あの、3万ドル、4万ドルね、勝つために、えー、何十万ドルも使ってやるわけですから、まあ、えー、勝てる可能性は高いと。さらにそのお金はね、えー その困ってる人にあげちゃうんでね、えー、別な、まあ、運とかいう見方につけやすいんじゃないかなという気がしました、この記事を見てね。でまたそれとは違った意味ですごいのが、えー、柏木明夫、ウォリアー、ウォーリア戦士、ね、と呼ばれた男と、地上げ屋さんですね。で、えー、オーストラリアで、えー、バカラで23億円を勝ち逃げ、ね、すごいですね。 で、アトランティックシティで、えー、9億円を勝ち逃げる。しかしその後ね、確か招待されたと思うんですけど、えー、6日間挑んだトランププラザカジノのバカラゲームで12億円の敗北と、ね。で、この時ね、トランプは統計学者と心理学者、あと他にもいたかもしれませんけど、それを招聘してね、対柏木チームを編成してリベンジしたというふうに言われてます。ちょうど私は、 この柏木が負けた直前ぐらいにねアトランティクシティに通ってたんで、まあ、その柏木が負けたというのはねかなりそのカジノでは話題になってましたでところが最後は、まあ、最後は悲惨っというかね、まあ、大体その無茶に金使ったハイローラーは最後は悲惨なんですけど、えーね、残殺隊となって発見されたというふうになってます もう一人これはハイローラーじゃなくて、やはり、えー、プロのやり方の方ですね。えー、主婦、ね。主婦として子育てをしつつ、価値ので生活費を稼いだと、ねえー。この方は作家です。ギャンブル関係の本たくさん書いてるる、ね、森隆さんっていう作家の方で、25年間ギャンブルで暮らしてたのかな、えー、いう方ですね。 まあいずれにしても、これらの方ね、真似しようと思っても、えー、ギャンブルで生計を立てるのは真似したところで、ほぼ100%再現不能です、ね。ギャンブル必勝法を教えてくださいと言われた場合には、カジノのギャンブルには手を出さないのが一番必勝法ですねというお答えにしかならないですね。えー、いう形なんですけど、やっぱり稼ぎにくい商売って言うんですかね、まあ、稼ぎにくい、えー 方法の中の中まあほぼ筆頭ですよね、えー、ギャンブル、まあ、まだそれでもカジノはマシな方なんですけど、競馬だのね、宝くじだのそういう控除率の高いのはもうさらに輪をかけて、もう稼ぐとかそういう次元じゃないと。まあただね、えー、日本は広いですからね、えー、1億2000万人もいると、中にはね、えー、必勝法を編み出して競馬で買って、えー、脱税でやられてた人いますいましたけど、まあ 誰かできる人はいるけどね、でも再現率は果てしなく低いと。まあそういうのに比べると、アマゾン輸出、再現率、とてつもなく高いなというのをね、話を聞きながら、つらつらと考えました。そんなわけで、アマゾン輸出、ただでさえ稼ぎやすいんですけど、今後、ますます稼ぎやすいオーストラリアアマゾン始まりますんでね、そこは逃さずしっかりがっつり稼ぎたいと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。